どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、水槽は何を使っていますか？水槽と一言で言っても、プラスチックの水槽だったり、枠ありのガラス水槽だったり、オールガラス水槽だったり、アクリル水槽だったりと、いろいろあると思います。その中でも現在主流になっているのは、おそらくオールガラス水槽なのではないでしょうか。圧倒的流通量を誇り、その見た目からも重宝されているオールガラス水槽。安価で入手性も高く、一度は手にしたことがあるのではないでしょうか。最近はアクアリウムにインテリア性を求める方も多くなっているので、アクアリのガラス水槽よりも選ばれる確率は高いと思います。個人的には枠あり水槽は枠あり水槽でいいところがあると思っており、どちらが優れているというのは一概には言えません。枠ありの場合は強度がしっかりしているため、ガラスの圧を薄くすることができ、底面もプラスチック製なので取り回しがしやすいです。同じサイズの枠あり水槽とオールガラス水槽を比較してもらったらわかると思うんですが、重さが段違いです。オールガラス水槽の場合、30センチキューブ水槽でも結構な重さなので、両手で持たないと怖いんですが、枠あり水槽なら片手でも余裕です。そういった意味では、枠あり水槽の方が安全性も高く、機能性は優れている気がします。しかし、それでもオールガラス水槽が選ばれているのは、やはりその見た目でしょう。ガラスをシリコンで接着した水槽に水を張ると、それだけで水系を切り取ったような印象を受けます。かくいう自分もほとんどの水槽がオールガラス水槽なので、やはり機能性を上回る魅力がありますね。そんなオールガラス水槽、唯一にして最大の欠点があるんですが、それが何かというと、割れやすいことです。シリコン接着部の水漏れも欠点ではあるんですが、水漏れ以上に皆さんが経験するのはガラス水槽の破損です。水槽のリセットをするときなどは、水槽ごとお風呂場に持って行って掃除したりするかと思うんですが、ちょっと角が当たるだけでもすぐに欠けます。特に四隅は頻繁に欠けることがあり、ぶつけた覚えもないのに割れてたりするので厄介です。基本的に水漏れを起こすような致命的な傷にはなりにくいのですが、やはり美しさを重視しているガラス水槽が欠けているのはちょっと残念ですよね。かくいう自分も使用している水槽のいくつかは欠けており、常々気になっていました。おまけに価格が高い ADA のキューブガーデンを使用しているため余計気になります。安価なガラス水槽であれば最悪買い替えれば済む話なんですが、ADA 製品は今もなお値上げを続けており、おいそれと買い替えることができない金額にまで到達しております。なので、買い替えるのではなく、できれば割れたところを修復したい。そんなことを考えて早数ヶ月、ある一つの答えにたどり着きました。というわけで今回は、そんなガラス水槽の修復という一見無謀な方法にチャレンジしていきたいと思います。もしかすると参考になるかもしれないので、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速やっていくんですが、まずは割れているガラス水槽を見ていきましょう。それがこちら、ADA キューブガーデンの30センチキューブ水槽です。こちらは自分が大量に購入した ADA 水槽サイズで、現在うちには総勢10個もの ADA の30センチキューブ水槽があります。現在の価格ではおそらく10個揃えるのに8万円くらいかかると思うので、なかなか思い切った買い物をしました。しかし、この10個の水槽に関しては数個を除いて、実は中古品を買っていたんです。そちらに関しては以前出した動画でもお話しているので、気になった方はそちらも見てやってください。正直、ガラス水槽の中古品購入は賛否両論あると思いますが、やはり莫大な金額になるので、すべてを新品で購入することはできませんでした。大きいサイズの水槽になってくると中古は怖いなと思うんですが、個人的には30センチキューブ水槽ならギリいいかなと思ってます。まあ程度によりますけど。使
少なくとも推奨される購入の仕方ではないので、購入する場合は自己責任でお願いします。ただ自分の場合は一つ数百円で手に入れられたものもあるので、デメリット以上にメリットがありましたね。リセール力の高い ADA の水槽が数百円で買えるのはマジで破格。まあその分実際に取りに行くという手間はかかりましたけどね。そして今お見せしている水槽もその中古購入したものの一つなんですが、皆さんどこが欠けているかわかりますか？パッと見わかりづらいですよね。というわけで欠けている部分をお見せします。それがこちら、水槽正面左上の縁ががっつり欠けています。この欠け具合は結構ひどく、実用性自体は問題ないんですがだいぶ目立ちます。ただ水槽縁というのが不幸中の幸いでしたね。ここなら水漏れとは関係ないところですし、使う分には全く気になりません。これが水槽底面だったら買ってなかったですね。さすがに怖いです。こんな感じで結構がっつりいってる賭けなんですが、実は出品者さんが律儀に賭けた部分を保管してくれていて、お渡ししてもらう時にその賭けた部分も一緒にもらってたんです。それがこちらなんですが、綺麗に割れており、くっつけると寸分たがわぬフィット感ではまります。これをどうにかこうにかくっつけることができれば、この目立った水槽の欠けも治るということですね。というわけでいろいろ考えた結果購入したのがこちら、 UVLED レジンライト、価格は300円。こちらはダイソーで販売されているレジンを硬化させるためのライトです。なんかよくわからないんですが、 UV と LED で固まるレジンどちらにも対応しているようです。レジンといえば真っ先にネイルが思いつくんですが、今時は100均でこんなのも売ってるなんてすごいですよね。またネイルだけでなくハンドメイドのアクセサリーなどにも重宝されるようです。そしてもう一つ購入したのがこちらの UV レジン液。なんか購入した時はセールをやってて、通常の量プラス 40% 増量されてました。こちらもレジンライト同様300円でした。というかレジン液と同じ価格で販売されているレジンライトすごいですね。このレジン液、なんかいろいろと種類があってめちゃくちゃ買うとき迷ったんですが、今回はクリア速乾タイプのものを購入しました。ここに書いてあるハードクリアというのが色を指しているのか硬さを指しているのかは未だに分かってません。このレジン液の特徴として、完全硬化後はベトつきにくく黄変もしにくいらしいです。クリアさが売りな ADA のガラス水槽には嬉しい製品ですね。ちなみにこのレジン液にたどり着くまでにいろいろ葛藤があったんですが、最終的に迷ったのはこちらのレジン液での接着か瞬間接着剤を使っての接着でした。瞬間接着剤であれば接着自体は完璧なんですが、白く濁るんじゃないかという懸念があり、レジン液に関してはクリアだけど耐水性がないというところが引っかかっていました。実は一度ガラスパイプを接着するためにガラス用の接着剤を購入し使ったことがあったんですが、耐水性がなかったのかすぐ取れたし色も白くなったしでいい思い出がありません。ガラス用の接着剤でそれなら瞬間接着剤はもっとだろうなと思って、最終的にレジン液を選びました。耐水性はありませんが、そもそもここが取れたところで水漏れにはつながらないしいいかなという考えです。それでは購入した商品を開封していきます。まずはレジンライトから開けてみると本体が真っ先に出てきました。ライトのチップはどうやら6つあるようで、固定するための足もついています。こちらは収納が可能で、折りたたんだ状態でもライトが当たるように穴が開いています。ネイルなどを硬化させる場合はスタンドを出してライトを固定して使い、固定されているものを硬化させたい場合はスタンドを畳んでハンディタイプとして使うこともできます。そして側面には電源ボタンと USB 端子があります。これくらいシンプルな作りの方が分かりやすくていいですね。
ちなみに USB は今時時代遅れなマイクロ USB。 まあ300円だから仕方ないですね。ちゃんとケーブルもついているのはポイント高いです。今回は取り回しがしやすいようにポータブル充電器につないで使っていきます。スイッチを押すとこのように6つのライトすべてが同じ色で光ります。なのでどれが UV ライトでどれが LED ライトなのかは分かりません。もしかしたら全部のチップが LED プラス UV なのかもしれないです。続いてはレジン液を開封します。蓋を開けるとこぼれ防止のためにキャップがついています。中を見てみましたが普通に透明な液体でした。それでは役者も出揃ったので肝心の修復作業に入っていきます。まずはレジン液を塗っていくんですが、ガラス片の方ではなくガラス本体の欠けた部分に塗布していきます。こっちの方がはみ出ないし安定すると思ったからです。ちなみにレジン液はノズルのようなものがなく狙ったところに塗りにくいので、うちにあった綿棒を使って塗っていきたいと思います。綿棒の先にレジン液をつけたらできるだけ薄くなるように塗っていきます。あんまり多く塗りすぎるとはみ出しちゃいそうですしね。ちなみにレジン液は結構粘度が高くサラサラじゃないので使いやすかったです。この時だいぶ悠長に塗っているんですが、接着剤と違って時間経過ではなく UV を照射しないと固まらないから焦らなくていいのがグッド。こんな感じで欠けた部分全体にレジン液を塗ったら、あとは破片をその上から取り付けていきます。しっかりと隙間がないのを確認した後レジンライトを照射。このライトボタンを1回押すと60秒で切れ、長押しすると120秒で切れるのでタイマーいらずなのもいいところ。今回はしっかりくっついてほしいため長押し120秒照射しました。というわけでレジン固定した掛け部分がこちら。だいぶ目立たなくなったのではないでしょうか。さすがに元通りとまではいきませんが、よく見ないとわからないレベルにまでは修復できたと思います。若干右側に気泡が入ってる気もしますが、しっかり面をビチッと合わせてるんでここら辺は仕方ないと割り切ります。あれだけ薄くレジン液を塗ったつもりが若干ですがはみ出してますね。まあこれに関してはガラス用のダイヤモンドスポンジとかで取れるのではないでしょうか。正直うまくいくかどうかは賭けだったんですが、おおむね満足いく仕上がりになってよかったです。というわけでいかがだったでしょうか。100円商品だけで高級 ADA 水槽を修復するという動画でした。個人的にはすごく満足いく仕上がりで成功したと思うんですが、自分が不器用なばかりに荒が目立つ結果となりました。もっとうまくできれば接着部が見えないレベルになるのではないでしょうか。もし皆さんのお家にも割れた水槽があれば試してみてください。ただし先ほどもお話した通り、レジン液は基本的に耐水性がないと思うので、塞がないと水漏れしてしまうような箇所には絶対使用しないようにしましょう。そこら辺が割れたらもう買い替えた方が早いですね。というわけで今回はここまで。 Twitter と Instagram やっておりまして、それでは失礼しました。